集約畜産、または工業的畜産とは、集約農業の一形態で、具体的にはコストを最小限に抑えつつ、生産を最大化することを意図した畜産の取り組みを指す。否定的な人たちからは工場畜産とも呼ばれる。これを達成するべく、畜産事業者は牛、課金、魚といった家畜を高密度活大規模に飼育しており、最新機械、 バイオテクノロジー、国際貿易も活用している。この産業の主な生産物は人間が消費するための食肉、牛乳、卵である。集約畜産が持続可能的なのか倫理的なのかに関しては諸問題がある。集約畜産の利点、危険性、倫理については議論が継続中である。この問題は食料生産効率、動物福祉、 健康上のリスク、環境への影響などを含んでいる。集約畜産は農業の歴史において比較的最近の発展事業であり、科学的発見や技術的進歩の成果である。19世紀後半からの技術革新は一般的に産業革命後半における他産業での大量生産の発展と並行している。20世紀最初の20年で発見された 各種ビタミンとそれらの動物栄養における役割がビタミン補給剤につながり屋内で鳥を飼育できるようになった。抗生物質とワクチンの発見は病気を減らすことで大量の家畜飼育を促進した。第二次世界大戦で使用するために開発された化学物質は合成農薬に消化した。海運ネットワークと化学技術の発展は農畜産物の長距離配送を 実現可能にした。世界の農業生産は1820年から1975年にかけて4倍増となり、これは1800年に10億人を2002年には65億人という世界人口を養うためだった。同時期に工程がより自動化されたことで農業に携わる人々の数は減少した。1930年代にはアメリカの人口の24%が 農業二十事していたが、比較すると2002年には1.5%となった。1940年には、農夫一人当たり消費者11人に向けて、農作物を供給していたのに対し、2002年には、農夫一人当たり消費者90人への供給となった。イギリスで、集約畜産の時代が始まったのは1947年、新たな農業法が、 同国の輸入肉依存を軽減するため新技術を導入することで生産性向上に取り組む畜産農家に対して補助金を出すようになった時である国際連合は畜産業の強化が食料安全保障をもたらす方法だと見なされていたと記している1966年にアメリカ合衆国やイギリスやその他の産業先進国が肉牛乳牛 国内豚の集約畜産を開始した。欧米という中心地を起点に、集約畜産は20世紀後半に世界各地に広がり、家畜飼育の伝統的手法を集約型に拡張したり置き換えていく国々が増えている。1990年には集約畜産が世界の食肉生産の30%を占め、2005年には40%に増加した。 集約畜産では一般的に牛、豚、鳥などの動物を多数抱え、多くの場合は屋内で、また通常は高密度で飼育を行う。その目的は可能な限り低コストで、食肉、卵、牛乳を大量生産することにある。食物はその場で供給される。健康維持と生産性向上のために使われる手法として、消毒剤、抗菌剤、 口中薬、ホルモン、ワクチンの使用や、タンパク質、ミネラル、ビタミンのサプリメント、頻繁な健康検査、バイオセキュリティ、そして空調管理施設なども含まれる。身体拘束は望ましくないと思われる行動や動作を制するために使われる。繁殖計画は、閉鎖的な状況にうまく適合する動物を産んで、均質な食品を提供できるようにする目的で、 実施される。先進国では、家畜や家金の集約生産が普及している。2002から2003年にかけて、国際連合食料農業機関が推定する、世界生産のうち集約畜産の割合は、牛肉と甲子肉で7%、羊肉と山羊肉で0.8%、豚肉で42%、家金肉で67%だった。 これら食肉の世界総生産の39%と卵総生産の50%を集約畜産が占めていると推定された。全米豚肉生産者協議会によるとアメリカ合衆国では毎年屠殺される豚9500万頭のうち8000万頭が集約畜産の状況で飼育されたものである。ブラジルの養鶏20世紀の課金生産における大きな画期的事象は ビタミン D の発見で、鳥を一年中閉鎖状況で飼育できるようになった。これ以前は、冬季に鶏は繁殖せず、オフシーズンでの卵生産、不可、食肉生産はどれも非常に困難で、養鶏は季節的でお金がかかるのが課題となっていた。特にブロイラーに関しては、一年中の生産がコストを削減した。同時に、 科学的な繁殖によって卵生産が増加した。米国オレゴン試験場では幾度かの失敗の末ドライデン教授により成功が示された。生産と品質の向上はより低い労働要件を伴うものになった。1930年代から1950年代初頭にかけて米国の畜産農家はフルタイムで働いてメス鳥1500羽を供給していた。 1950年代後半、ラ卵価格が大幅に低下したため、典型的な畜産農家は飼育する鳥の数を3倍にして、3羽の鳥を1羽用のケージに入れたり、床か小池舎を1段のねぐらから3段のねぐらに変えたりした。この後間もなく価格がさらに低下して、多くの卵農家がこの事業から離れた。この収益性低下は消費者価格の全般的な、 下落を伴うもので、課金や卵は高級食品としての地位を失うことになった。オレゴン州最後の家族用形状レックスファームズは3万羽の鳥を飼育して1990年代まで存続していたとロバート・プラモンドンは報告している。ただし、現在では標準的な産卵運用施設が約12万5千羽である。経卵と鶏肉事業の垂直統合は、 主要な技術的変化が長年にわたってすべて実施された後に起こった遅い発展だった。1950年代後半までに課金生産は劇的な変貌を遂げた。大規模畜産場と食品加工場とで数万匹の鳥飼育が可能となった。冷凍または生肉で市場や卸売業者に出荷する目的で鶏は食肉処理場に送られて屠殺され、 放送済みの商業製品に加工される。肉用品種の鳥は現在6から7週間で史上重量まで成長するが、ほんの50年前にはこの3倍の歳月を要した。これは遺伝子選択と栄養改善に起因する。かつて食肉は時々だけの消費だったが、一般的な有用性と低コストが先進国で鶏肉を一般的な肉製品にしていった。 1980年代と90年代に赤肉のコレステロール含有量に対する懸念が高まり、さらに鶏肉の消費が増加した。現在、卵は環境数値がよく管理された大規模な養鶏場で生産されている。鶏は人工的な循環テルミツを浴びて一年中産卵を促進される。さらに、米国では一般的に強制寒運が行われており、 それは、卵の大きさや生産量を増やす目的で、光と食物の摂取を順位操作して、管を引き起こしている。強制管は物議を醸しており、EU では禁止されている。鳥は平均で1日1個の卵を産むが、年間を通して毎日ではない。産卵は品種と時期によって異なる。1900年では平均産卵量がメス鳥1羽あたり、 年間83個だった。2000年には300個を大幅に超えていた。米国では、災難鶏が2回目の産卵期を経て屠殺される。ヨーロッパでは、通常1回目の産卵期を経て屠殺される。産卵期は、メス鳥が約18から20周年になると始まる。災難鳥のオスは、どの年齢でも、商業的価値がほとんどなく、 繁殖に使用されないものは不可後すぐに殺処分される。老鳥にも商業的価値はほとんどない。そのため、100年前に過筋肉の主な供給源は肉用鳥のブロイラーに完全に置き換えられた。米国中西部の集約システムで社外されている豚集約型トンは、米国において土殺時まで豚を国内飼育することに特化した。 高密度家畜使用経営体と称されるものの一、形態である。このシステムで、成長期の豚は、屋内で、群外、ないし、バラで覆われた小屋に収容され、一方で、妊娠期の豚は妊娠ストールに入れられ、分娩作に出産する。妊娠ストールの使用は生産コスト低減をもたらす。結果となるも同時に、動物福祉への懸念をもたらした。 世界最大規模の豚生産国の多くは妊娠ストールを使用しているが一部の国と一部の米国州では禁止されている。集約型豚舎は一般に倉庫のような大型の建物である。屋内豚のシステムは豚の状態を監視し死亡を最小限に抑え生産性を向上させている。建物は換気及び温度調整が行われている。 米国内品種の豚の大半は熱というストレスの影響を受けやすく、またすべての豚は感染がなくて自身を冷やせない。豚は高温耐性が限定的で熱ストレスで死に至ることがある。豚の許容範囲内で限定した温度を維持することも、また成長率を最大化することになる。集約事業運営では豚は自然の冷却メカニズムである泥浴びができなくなる。 集約型豚舎では換気、または水冷システムを用いて温度を制御する。豚は、生来の雑食性で、一般的に穀物とタンパク質源の混合飼料を給仕される。より大規模な集約型豚舎は、飼料穀物の栽培農地に囲まれている場合もある。言い換えれば、豚舎が穀物産業に依存している。豚の飼料は、 袋詰め加減値で混合したものが購入される。個々のストールに豚が囲われる集約型豚舎シ,システムでは、各豚に飼料の分け前を割り与えることが可能である。また個別の給仕システムは飼料を介した豚の個別投薬も容易にしている。他の動物個体と密接していて病気がより急速に広がるため、このことは集約的畜産の手法として実に重要である。 病気の蔓延を防ぎつつ、成長を促進するため、抗生物質、ビタミン、ホルモン、その他サプリメントなどの薬物プログラムが予防的に投与される。屋内方式の、特に、ストールと仕切りは排泄物の収集を容易にしている。屋内集約型トン社では、ラグーンシステムや他の汚物管理システムを通じて、糞尿が管理されている。しかし、周期は管理が、 難しい問題として残っている。集約型システムにおける動物の収容方法は様々である。繁殖用のメス豚は妊娠期や分娩期になると、その時間の大半を妊娠ストール内で同福ごと共に過ごす。小豚にはしばしば、虚勢、お切り、牙切り、時刻などの様々な処置が施される。そうした処置は鎮痛剤なしで実施されるのが通例である。 ひ弱な発育不良のひね豚は出生直後に殺処分される場合もある。また小豚は2週から5週年の間に離乳して母豚と別離され小屋に入れられる。しかし群れの大部分を占める成長期の豚はいくつもの仕切りを備えた大体の屋内舎に収容されるのが通例である。妊娠中は飼料管理と成長管理を容易にしてくれるストールの使用が好ましい場合もある。 それはまた豚の攻撃行動も防いでいる。集団での仕切り囲いは一般的に畜産扱いの高い技術が求められる。こうした囲いには藁やその他の素材が入っていないのが通例である。その一方、藁を敷いた小屋には年齢別グループでより大きな集団を収容する場合もある。テキサスパンハンドルの肥育場にいる肉用牛。こうした囲い込みは 畜産農家により多くの仕事が生じるが、動物を急成長させることができる。牛は、牛か牛やかの家畜化された夕日詰め動物である。牛は、食肉、乳製品、比較用の家畜として、また、万獣として飼育されている。2009から2010年時点で、世界には13から14億頭の牛がいると推定されている。皮膚システムの図。これは、 従来の放牧方式とは対照的。最も一般的な牛の世話としては、日々の給児、清掃、作乳などがある。多くの日常的な飼育観光には、耳へのタグ付け、除角、出荷、医療行為、予防接種、ひずめのケア、品評会や準備に向けた訓練などが含まれる。牛が約キログラムの体重に達すると、トウモロコシの副産物、 大麦、その他穀物さらには、アルファアルファや、メンジツアブラカスからなる特別な動物飼料を給仕するため、彼らを放牧地からヒック状に移動させる。その飼料には、ビタミン、ミネラル、化学防腐剤、抗生物質、発酵製品、そして配合会社から購入した、市販飼料に混ぜ込む、その他の微量必須元素なども含まれている。これらの製品が活用できるため、 畜産農家は自分の穀物を使って独自の飼料を配合することが可能で推奨レベルのミネラルやビタミンを動物が摂取できるようになっている。近代的な牛の集約畜産システムが原因で人間の健康上に多くの潜在的影響があるという。使用される抗成物質や成長ホルモンに関する懸念、大腸菌汚染の増加、 飼料による肉の飽和脂肪含有料の増加、そして環境への懸念などもある。2010年時点で、米国では766,350人の生産者が牛肉の飼育に参加している。牛肉産業は、肉用甲子の飼育に携わっている生産者の多さで区分されている。肉用甲子は、 一般的に小さな群れで飼育されており、群れの90%以上が牛100頭未満である。飼育場でしばしば行う仕上げ機に携わる生産者は少ないが、それでも米国には82,170の飼育場がある。アトランティックサーモン生息域近くで養殖されたムール街。カナダ、ファンディワン。統合マルチ栄養水産養殖とも呼ばれる多栄養段階統合養殖は、 ある種からの副産物をリサイクルして別の種への投入物にして集約的養殖を行うものである。水産養殖を海藻などの無機エキスや貝などの有機エキスの養殖と組み合わせて環境の持続可能性、経済的安定性、社会的需要性のバランスの取れたシステムを作り上げている。このシステムは従来の水産養殖とは異なり、 様々な食物連鎖段階や栄養段階の種を利用するため、マルジ栄養とされる。理想的には、そうしたシステムにおいて、生物学的手法と科学的手法のバランスを取るべきである。これは、異なる生態系機能を提供する様々な種の適切な選択と比率を通して達成されている。同時培養する種は単なる生物裏化ではなく、 商業的に価値のある収穫可能な品種であるべきである。短期では単一育成手法で達成できるものと比較して、いくつかの個別種の生産が低い場合でも、同時養殖する種の総互利益と生態系の健全性向上に基づいたイムタ方式の運営は、結果的にシステム全体の生産量をより高めるとされている。様々な管轄区域で、 ある種の集約畜産が環境保護のため規制対象とされる。米国では、お物を排出したり排出を申請する高密度、家畜使用経営体は、連邦政府の水質浄化法に準ずる要件を満たすよう、必要に応じて、肥料栄養、汚染物質、排水等を管理する計画の許可及び実施が求められる。規制の遵守及び施行のデータは一部が、 入手閲覧可能である。2000年にアメリカ合衆国環境保護庁は32業種の環境パフォーマンスについて5年と1年のデータを公開し、そのうち畜産業データは主に経緯法の検査から得られたものである。そのデータは主に水質浄化法に基づく検査と試行に関するものだが、大気浄化法や資源保護回復法に基づいたものでもある。32業種のうち、 畜産業は5年間での環境パフォーマンスの上位7位に入り、検査に対する執行命令の割合が低いことで、調査期間の最終年にはトップ2の一角を占める良好な環境パフォーマンスが示された。5年と最終年における畜産業の執行命令、検査の割合はそれぞれ0.05と0.01であった。また最終年に、 違反した施設割合が最も低いという点で、畜産業は32業種中トップ2の一角を占めた。カナダでは、集約畜産事業が州の規制対象であり、規制事業体の定義は州によって様々である。例をいくつか挙げると、集約畜産事業、給時制限事業、皮膚場、永続的な高密度屋外構築域、皮膚状等である。 カナダでは、集約畜産も他の農業部門と同様、連邦や州の様々な要件対象となる。米国では、半分の州で、家畜動物が連邦動物福祉法を含む動物虐待法から除外されている。1873年に制定され、1994年に改正された28時間法は、動物が殺処分目的で輸送されている場合、 車両は28時間ごとに停車して、運動、食物、水のために動物を外に出さなければならないと定めている。米国農務省は同法律が鳥に対しては不適用だと主張している。人道的殺処分法も同様に制限を設けている。当初1958年に可決しこの法律は、殺処分前に家畜を無意識状態にすることを求めている。 この法律も、また食用に屠殺される動物の90%以上を、占める鳥と、それから、うさぎと魚も除外である。個々の州には、すべて独自の動物虐待条例がある。ただし標準的な農畜産観光を免除する規定が、多くの州にある。米国には、できる限り最も現実的な方法で、畜産場を規制する試みがある。 限られた数の資源と時間で動物の大半を効果的に規制する最も簡単な方法は大規模畜産場を規制することである。ニューヨーク州ではいずれも300頭未満の牛しかいないため多くの動物飼育事業が警報とはみなされていない。これらの畜産場は警報レベルでの規制がなされていない。このことは汚染や養分溶脱につながりかねない。 米国環境保護庁のウェブサイトは、ニューヨーク州の湾内域で247の動物飼育事業体があり、そのうち州の汚染物質排出防止システムの許可がされた警報が68事業体だけだと述べて、この問題の規模を例示している。非警報畜産場への規制はあるとしても、厳格さがはるかに低いので、対処の必要がある問題となっている。オハイオ州では、 動物福祉団体が畜産団体との交渉による和解に達したが、カリフォルニア州では畜産動物の囲い込みに対する基準という住民投票事項にが2008年に有権者たちによって可決され法施行された。他の州では規制が制定されていたり、州内での住民投票に向けた計画や陳情活動が進行中である。2009年2月に旧費や その他農畜産業副産物の利用と称される行動指針が米国のオウム賞より提出された。この計画の目標は肥料を安全かつ効果的な方法で使用することにより環境保護及び人間や動物の健康を保護することにある。これを実現するためにはいくつかの行動をとることが必要とされており、その4つの内容は次の通りである。2012年に オーストラリア最大手スーパーマーケットチェーンのコールスグループは2013年1月1日をもって集約畜産で飼育される動物由来のブランド豚肉と卵の自社販売を停止すると発表した。同国内にある別の主要スーパーマーケットチェーンのウールワースはすでに集約畜産の動物製品廃止に取り組んでいる。ウールワースの自社ブランドの卵は現在すべて 平ら海であり、2013年半ばまでに、すべての豚肉が、ストールなしの畜産場を営む、畜産農家から来ることになる。集約畜産の支持者は、過去20年間にわたって、集約畜産が収容、栄養、疾病管理の改善をもたらしていると主張しており、一方で反対者は、それが、野生生物や環境への悪影響、健康上のリスク、 動物虐待になると主張して倫理的問題を提起している。イギリスでは1979年に家畜福祉協議会が政府によって設立され動物福祉に関する独立顧問として活動し、その方針を5つのフリーダムだと表明している。どういった活動が受け入れられているかは世界中で異なるものの動物福祉は規制強化の強力な推進力となって、 規制の変更が継続している。例えば EU は2010年までに肉鳥の飼育最大密度を設定する追加規制を導入し、そこでイギリスの動物福祉大臣は肉鳥の福祉は EU 全体の人々の主要な関心事である。この合意は我々が動物福祉を気に留めているという強いメッセージを世界中に送ることになると発言した。オーストラリア全土で 集約畜産は大いに議論されており、動物が畜産工場で扱われる手法や方式に多くの人々が異議を唱えている。動物たちは限られた空間内で飼育されることでストレスを受けることが多く、お互いを攻撃してしまう。感染につながる怪我を防ぐため、くちばし、お、歯などは除去される。多くの子豚が早尾の除去後にショックで死んでしまうとされ、その理由はこれらの処置で、 鎮痛剤が使用されないためである。鳥などの動物が A4 ページよりも小さなスペースで飼育されるのが集約畜産における空間活用の一般的な方法である。例えば、イギリスでは鳥のくちばし切除は非推奨で、それは最後の手段だとしつつも、物騒な統計や最終的な共食いが起きるよりは良いと認識されている。 米国では600万頭の繁殖メス豚の60から70%が妊娠期に囲い込まれ、生豚期の大部分を0.612.13メートルの妊娠ストールで過ごす。豚肉生産者や多くの獣医によると、豚舎に収容された場合にメス豚同士は喧嘩をしてしまう。米国最大の豚肉生産者は2007年1月、妊娠ストールを2017年までに、 段階的に廃止すると発表した。欧州連合でもそれは段階的廃止中で、妊娠4週目以降については2013年に禁止となる模様である。集約畜産の進化と相まって、この問題に対する認識はより多くの人々の間で高まっており、それには少なからず動物の権利や動物福祉活動の取り組みにも起因している。その結果、 物議を醸す観光の一つである妊娠ストールは欧米ほか世界中で法規制の対象となり論議を呼ばない手法の採用に向けた圧力の結果としてストール仕様が世界中で段階的廃止に向かっている。米国では脱出によるメス豚の死亡率が増えており、これは集中的な繁殖行動に起因している。メス豚は年間で 平均23頭の子豚を出産する。米国疾病管理予防センターによると、動物が集約飼育されている。畜産場は、畜産従事者に健康への悪影響を引き起こしうる。作業者は急性及び慢性の肺疾患や筋骨格損傷にかかるかもしれず、動物から人間に伝染する感染症を発症する可能性もある。農薬は、 有害と考えられる生物を抑制する目的で使用され、有害生物での商品ロスを防ぐことで農家に入るお金を保護している。米国では農薬の約4分の1が家屋には公園、ゴルフ場、水泳用プールで使用され、約70%が農業で使用されている。ただし農薬は消費者の体に摂取されて健康上の問題を引き起こす。 可能性がある。この原因の一つが、集約畜産で飼育された動物の生物の汚縮とされている。調査では、畜産工場の隣にある住民コミュニティにて呼吸器、神経行動、精神的な疾患の増加が見つかった。化学物質、細菌、ウイルス化合物は動物の排泄物から土壌や水中に移っていく場合がある、と c d c は記している。 そうした畜産場付近の住民は、不快な匂い、ハエ、健康への悪影響などの問題を報告している。CDC は、動物の排泄物から、河川や湖や大気への放出と関連がある数々の汚染物質を特定している。家畜への抗生物質使用は、抗生物質体制病原体を作り出す場合があり、寄生虫、細菌、ウイルスが蔓延する可能性もある。 アンモニア、窒素、リンが漂流水の酸素濃度を減らしたり飲料水を汚染する可能性もある。農薬やホルモンが魚類にホルモン関連の変化を引き起こす場合もある。動物の餌と羽が漂流水を取り込む植物の望ましい成長を妨げ、病気を引き起こす微生物に栄養素を与えてしまう場合もある。人間の健康に有害なヒ素や銅などの微量元素が 漂流水を汚染する可能性もある。集約畜産が有害な病気の進化及び蔓延をより容易にしてしまう場合もある。伝染性の動物疾病の多くは密集した動物集団を介して急速に広がり、群れが遺伝子最終合の可能性をより高める。ただし、2009年新型インフルエンザの世界的流行で起こったように、小規模な家族経営畜産では、 蝶類の疾病を取り込んで人間たちに伝染してしまうケースがより頻繁に起こる可能性が高い。欧州連合では安全レベルを定める方法がないとの根拠で成長ホルモンが禁止されている。英国は予防的アプローチを遵守するため将来いつの日か EU が禁止を終わらせる際には個別事例で安全証明された特定のホルモンだけ導入を検討すると語った。 1998年 EU は人間の健康にとって有益であると判明した抗成物質の動物給食を禁止した。さらに2006年 EU は成長促進目的で使用される家畜用のあらゆる薬物を禁止した。これら禁止の結果、畜産物や人集団内で抗成物質への耐性レベルが低下したことが示された。畜産物の国際間貿易は 豚熱、恐竜病、抗定液、鳥インフルエンザといった病原性疾患の世界規模感染のリスクを高める。米国では家畜への抗生物質使用が依然として一般的である。アメリカ食品医薬品局は2009年に販売された全抗生物質の80%が家畜に投与されており、これら抗生物質の多くは 人間の病気治療に使用される薬物と同一、または密接に関連していると報告している。その結果、これら薬物の多くは人への有効性を失い、米国における薬剤耐性細菌感染に関連する総医療費は年間166億から260億ドルとなっている。メチシリン性黄を植物ウ求菌が豚と人間で確認されていて、 人感染への MRSA 保有宿主という豚の役割に懸念が広まっている。ある研究では2007年に米国とカナダの養豚業者の20%が MRSA を宿していたことが判明した。続いての研究ではオランダの養豚場の81%が MRSA を保有する豚を飼育しており、土殺時に39%の動物が持っていた。 微生物はいずれもテトラサイクリン体制感染で、その多くは他の抗菌薬にも体制があった。より最近の研究で MRSA-ST398 分離株は他の MRSA、またはメチシリン感受性黄色ブドウ球菌よりも畜産業で使われる抗菌剤チアムリンへの感受性が低いことが判明した。MRSA の症例は 家畜動物で増加している。CC398 は動物に出現した MRSA の新たなクローンで集約飼育された畜産動物で見つかり人間に感染しうるものである。CC398 は人間にとって危険だが食用の畜産動物ではしばしば無症状である。2011年の全米調査では アメリカの食料品店で販売されている食肉と下筋肉の約半分が黄色ブドウ球菌に汚染されていて、それら細菌の過半数が少なくとも3段階の抗生物質に耐性があると報告された。ブドウ球菌は適切な調理で死滅させるべきだが、不適切な食品取り扱いや調理場での二次汚染を通じて消費者を危機に追いやる場合がある。この調査の主筆者は、 薬剤耐性を抑ブドウう球菌が非常に流行しており、それが食用動物自体に由来する可能性が高いという事実は問題で現在の食用畜産における抗生物質の使用法には注意を要すると述べた。2009年4月、メキシコではベラクルス州の議員たちが大規模な豚及び課金の畜産事業体が ブタインフルエンザの世界的流行の繁殖地になっていると非難したが、彼らの主張を裏付ける科学的証拠は存在しなかった。その地域で100頭以上の感染体を休止させたブタインフルエンザは、スミスフィールドフーズ市会社の高密度、家畜使用経営体付近で始まったと見られている。2005年、ロンドンの脳内化学物質と栄養協会のマイケル・クローフォード教授のチームが、 現代の鶏肉を分析した結果によると今日のスーパーマーケットで売られている鶏肉は1970年代の標準的な鶏肉に比べて脂肪が3倍近く多くタンパク質は3分の1しかない現代の一部の鶏肉は70年代の鶏肉より50%カロリーが多く DHA を夜景の5分の1しか含んでいないことを発見したクローフォードは このような鶏肉の栄養価の著しい変化の原因は工場式畜産にあるとし、集約的に飼育された現代の鳥は高カロリーの餌を与えられ、ほとんど動けないことを指摘した。集約畜産は生態系サービスの創出と地球温暖化を通じて、地球環境に対する最大の脅威となるまで成長しているとの主張が見られる。 それは主に地球の自然破壊と生物多様性の減少の原動力とされる。動物用だけの飼料栽培が求められる工程では、かなりの量の肥料と農薬を含む集約的手法を使った栽培がしばしば行われる。これは農業用化学物質や給費廃棄物そして水やエネルギーなどの有限資源を持続不可能なペースで使用するため、結果として水、土壌、 空気の汚染をたまに引き起こしてしまう。昆虫食は昔からある家畜向けの持続可能な解決策として多くの専門家から評価されており、大規模な集約畜産であれば引き起こされる環境破壊ははるかに少なくなるとされている。豚と家禽の集約畜産は温室効果ガス排出の重要な源でますます多くなると予測されている。集約的養豚場では 動物は、一般的に排泄物が流れ出ていくよう、グレーチングがあるコンクリート上で飼育される。旧皮は通常スラリーの形で貯蔵される。畜産場での貯蔵中に、スラリーはメタンを放出して旧皮が畑に散布されると、アサン化窒素を放出し、土地と水の窒素汚染を引き起こす。集約畜産から生じる系粉は、高レベルのアサン化窒素とアンモニアを放出する。 集約畜産から生じる排泄物は特にその大量差が問題である。動物の排泄物が不適切にリサイクルされると空気質と地下水が危険にさらされる。集約畜産による環境への影響には以下のものがある。小規模畜産家はしばしば集約畜産の運営に没頭して産業施設の契約飼育者として活動する。課金の契約飼育者の場合、 畜産農家は鳥たちを収容する小屋の建設に巨額の投資が求められ必要な飼料や薬剤を購入することも要求され多くの場合はわずかな利益率だったり利益ゼロや損失が出てしまう。研究では米国の高密度家畜使用経営体にいる移民労働者の多くがこれら仕事に関連する危険性に関する職務別訓練や 安全衛生情報をほとんどあるいは一切受け取っていないことが示されている。こうした情報はしばしばその国の母国語だけで提供されるため、言語力が乏しい外国人労働者は仕事関連の訓練を受ける可能性がかなり低い。その結果、外国人労働者の多くは自分たちの仕事を危険だと考えていない。 これが個人用防護具使用の一貫性をなくさせており、ひいては職場での事故や負傷につながってしまう。また移民労働者は職場の危険や負傷を報告する可能性も低い。2010年の米国労働統計局の報告によれば、鳥の解体処理は七死性の職業病にかかる率が最も高い仕事の一つ。ライブハンキングでは7人に1人が体を痛めている。 作業員は高速のベルドコンベアに合わせて同じ動きを1日に2万回から3万回も繰り返さなくてはならない。そのせいで反復性過労障害になる危険性が他の仕事の14倍も高い。主な産業の集約化は土札及び食肉加工段階で起きており、4社だけで牛の81%、羊の73%、豚の57%、 鳥の50%を屠殺及び加工している。屠殺段階でのこの集約化は大部分が規制上の障壁によるものと考えられ、経済的に小さな屠殺場の建設、維持、事業継続を難しくしている可能性がある。集約畜産は価格を下落させる過剰生産に貢献していると思われるので、家畜生産者にとって伝統的畜産よりも不利益となっているかもしれない。 先渡し契約と販売協定を通じて、生肉卸業者は、家畜の生産準備ができるはるか以前に、家畜の価格を設定することが可能である。これらの戦略はしばしば畜産農家がお金を失う原因となり、2007年では全米の家族経営の半分がそうだった。1967年、米国には100万件の養豚場があった。 2002年時点では11万4000件となった。多くの家畜生産者が家畜を消費者に直接販売したいと考えているが、米国農務省が検査した土殺施設が限られていて、地元で飼育された家畜は通常現地で土殺をび食肉加工することができない。2011年から2014年にかけて、ベルリンでは毎年1万5千の3万人が我々はうんざりだ。 のテーマのもとに集まり、集約畜産業に講義デモを行っている。ありがとうございます。